龍騎選手はキックボクシング格闘技を始めたのでどれぐらいなんですか。これは小学校4年生です。4年生の、はい、やっぱそれぐらいからやるんだ、はい、きっかけは、きっかけはその前までサッカーをやってて、サッカーのキック力を上げたくて、うん、始めた感じ。キック力を上げたくてキックボクシング始めた。なんかお兄ちゃんが先入ってて、でなんか蹴ってたら蹴り強くなるんじゃないかって、うん、で入ったら、うん、逆に楽しくなって、サッカーどころじゃねえやって。うちでとかでもジュニアでサッカーやってるとか、野球やってるで体幹強くするために、うんはい、キックボクシング週1回2回習いに来るとか、はい、いうことありますね。なるほどですね、うん、そうかそうか。それで逆にサッカーやどころじゃなくなったって、はい、とんでもないことな世界チャンピオンになってるっていう、うん、すごいねえ、何があるかわからないですよ本当に。分岐点ですね。そうですよね、人生の。はい、本当にそうです。次はグローブの色が一緒ですね。あ、本当ですね。ちょっと柄が入ってますけどね、うん、スパイダーマンのような、うん、ね、赤コーンの赤やね、ね、秋田選手、うん、スパイダーマン秋田選手勝手に名前変えるさあ第1ラウンド、学年で言えば中学生ぐらいになるんでしょうか。そうですね、大きい学生ですよね、はい、さあ左の背からバックロー、かなり細かいパンチの打ち合い。距離が近いな、お互いに打ち合う。秋田選手の方が落ち着いてますよね。あ、そうですね、はい、しっかり打撃も効いてるんで、はい、前蹴りからパンチ。谷口選手ちょっと苦しいか。近いですね。そうですよね。あと、まあ、谷口選手ね、あの開始から勢いよく行きましたけど、はい、ちょっと失速してきてます。そう、そんな感じですね、はい、確かに。まあ、秋田選手は落ち着いた感じで、確かに、はい、しっかりした打撃を打ってるんで、はい、直線的なパンチからミドルキックで繋いでいく秋田ダークオーバー選手。さあ、龍選手いかがですか。そうですね、秋田選手の勢いがいいですね、うん、ああ、そうですよね、はい、こうどんどんリズムに乗って、はい、うん、左ボディ打ったら効くんですけどね。あ、まあ、左ボディか左ミドルか膝かを蹴れば、うんうんうん、秋田選手ダウン取れるんじゃないかと思いますけど。ああ、なるほどですね、はい、なるほど。いや、あっという間の第1ラウンドでありました。さあ、アニさん、はい、どうですか、ちょっとこうパワーを感じる試合展開。そうです ね、でもやっぱなんかね、距離感近くてやりづらそうですね。そうですね、お互いにパンチ入ってるけど、やっぱその中でも秋田選手も、ね、冷静な試合運びというところはありますが、はい、そうですね、はい、これ龍騎選手、これこういう時に先ほど言った前蹴りなんかという話もやっぱ有効なんですか。そうですね、はい、あと突進してくるんで、うん、足を払ったりすればーはーはーもうこけると思うんで、あ、そういうのも使えたらなと思いますね、秋田選手は。あ、なるほどですね。さあ、第2ラウンド始まりました。さあ、また前進しながら入っていくのが谷口選手。いいワンツー打ちますよね、秋田選手。あ、そうですね、変わらか変わらずこう突進していくのはやはりこう谷口選手がありますが、さあ大きな右のブローから、さあ残り時間が1分となっています、ね、この
秋田選手右ミドル蹴っちゃうんでね、左ミドルやったらもっといいんですけどね。あ、なるほど、確かにワンツーから右のミドル、一覧のからもよく見ました。さあアッパー、おっとガードっぽいのあってる感じ、打つべきですよね。そうですね。さあ、リュウキ選手、試合いかがですか。そうですね、詰まっちゃいますね。あ、お互い距離やっぱ近いですよ ね、はい、ねえ、お互いに打ち合う気持ちが強い、はい。まあ、その中で秋田選手やはりこうヒッティング率が高いというか、ね、おっと、ない。さあ試合終了。さあこれも終始、秋田選手がこう優勢に進めたように見えます。そうですね、あそこまで結構なんか崩してるんで、はい、うんうん、本当に左の攻撃あれば、はい、あ、倒せたからと、はあ、ですね、完全に。なるほどですね。さあ 2MC ボリューム5第2試合、ジュニアの試合が今終了しました。この試合は本戦マスト判定のため延長はありません。選手、まあ、これでもやはり、まあ、そうだなっていう試合展開でしたね。そうですね、はいはい、一方的な流れの中ではありました。さあ、アリさん、はい、2試合目終えました。はい、この印象いかがですか。ね、やっぱり秋田選手は、ね、安定感があってね、もう見せた時から勝つかなという感じはありますよ。そうですね。これでもどうですか、KMC オフィシャルアンバサダーとして、はい、この初のこのアマチュアからスタートしていって、はい、ね、こうちょっと今までの違う空気感の中で見るこの試合っていうのは、そうですね、なんかすごい新鮮で、やっぱりね、ジュニアがね、可愛いんですけど、はい、しっかり試合はするっていうね。そうですよね。